Hello good people, I'm s u s a n n a Welcome to my channel. 素敵な方々、こんにちは。s u ン a n n a です。私のチャンネルへようこそ。今日はね、えっと、視聴者様からのご質問に答える動画ということで進めていきたいんですけれども、まず、あの、こちらですね。トップダウンのセーター。トップダウンのセーターを思い通りの大きさに編みたい。例えば、 そのという質問をいただきましてで例えばこちらの最近編んだ丸ヨークのクルーネックセーターなんですけどこれは割とタイトに編んでます。で動画の中でもご説明させていただいてますけれども男性の L サイズというサイズでも編んでるのでちょっとそちらのセーターとあの合わせてみたいんですけどちょっとお待ちくださいね。はい。今ここ合わせているのが首で合わせて いるんですけどえっ、ー、とこちらはユニクロのメンズの l サイズとなりますで私割とこのセーターの着心地が好きでよく着てるんですけれどもなので今回もその動画の中でメンズの l セーターの編み方のサイズもご紹介してますこの動画のこのネイビーのセーターの動画の中でご紹介してますのでちょっとゆったりめに編みたい方はこちらのメンズサイズでヨークを編んでみられるのをお勧すすめします で大きな違いは何かというと袖の長さですよね。袖の長さが約1 0センチの長くなっておりますので、そのあたりで袖がちょっとこれだと長すぎるわという方は短くしていただいたらいいしという感じですよね。はい。で、あのー、この部分ですよね。で、女性よりも大体1 0センチぐらい長くなってます。このヨークの部分が。で、5cm。 5センチ、まあ、6センチ6センチという形で、まあ、10センチ5センチ5センチなので同じですね。笛幅も同じなので、そのまま編んでいっていただくってここまで下げていただくことも可能だと思います。で、えっ、ー、と男性用のサイズで編んでよく編んでいかれてもいいし、女性用のサイズでここまでよく伸ばしてもいいしという形になります。はい。で、あのー、もう少しちょっと前回私ちょっと脇ぐり深すぎたかなという セータはいこちらはジャド・アルテスさんのセーターを合わせていただいた分ですねこの首のところを合わせていますそしてこのヨークのところですねはいヨーク自体ここですねこの差ですねここがえっと前回はだいたい 4センチぐらいそして 2> まあ約2 3センチなんですけど。ということでこの部分が少し長くなってますその部分でこの脇ぐりが少し深くなってるんですけれどもこれもあわあの見ていただいたお分かりだと思うんですけど上合わせてますよね。で下がちょっと出てる感じ。なのでヨーク自体の作り方としては同じですですもう一つあの昨シーズン編んだものと比べたいと思います。 でこちらが昨シーズン編んだボーイフレンドセーターで、あのー、こちらもまあ男女兼用なんですけれども割とゆったりめに編んだもので,で昨シーズンはこの切りっぱなしの袖と切りっぱなしの裾と切りっぱなしの首にしたんですけどちょっと今シーズン同じ毛糸が残ってたのでリブをつけてちょっとトレーナーっぽくクルーネックセーターっぽくしています。でこちら結構あのゆったりめに作ったものですねで。これとちょっとサイズを合わせますね。 こちらなんですけどこちらは若干この肩の部分が出ていてそして裾のこの部分がちょっと大きいですよね。でゆったりめに編まれたい方はこのヨークで編んでみられてもいいのかなと思います。なのでこの,このクルーネックの作り目からこのセーターの編み方を始めてヨークまでは編んでいただいてあとはまあ同じように作ってもいいし。 あるいはちょっとこちらのクルーネックセーターの編み方で編んでもいいのかなという感じですね。もうあのゆったり着ていただけるので自由にその辺りは合わせていただいたらいいと思います。ユニクロのエルセーターでもいいのかなという感じですねで。袖の長さも大体いい先ほどのユニクロのエルセーターと同じぐらいなんですよね。なのであの着心地も似た感じ。これはユニクロのエルセーターとすごく着心地が似た感じです。 もうあの体を締め付けることもなくすすごく楽に着ていただけます、はい、なのでゆったりめに編まれたい方はこのセーターを編まれたらいいと思うしで首のところですね首の,あのリブからはこのこちらの動画を見て始めてでそこから、まあ、締めの感じはあの合わせていっていただいてもいいのかなという感じですね。 これとと L セータータ比比べべててみますすね。はいあの比べていただいただらお分かりになると思うんですけど、ほぼ同じ大きさですほぼ同じ大きさ。袖がちょっとこちらのメンズの方が長いかなというぐらいでほぼ同じ大きさですねなのでゆったりめに編まれたい方はこの,女性,あの女性でゆったりめに編まれたい方はメンズの L サイズのセーターで編んでいかれるといいのかなと思います。 はいということであの丸ヨークのセーター、えー、とこれはタイトなデザインですけどご質問いただいたゆったりめに編みたい場合はどうしたらいいですかということに関しましては基本的には男性の L サイズの編み方をお試しいただいてでヨークの長さですねヨークの長さが長すぎる場合は少し上げてヨークの長さそれでいいという場合は下げてさらにまあドルマンドルマンがいいという方はもう少しヨークを下げていただいてもいいんですけどその後の減らし目につきましてはもうあの そこはののアレンジとなりますのでえ責任の範囲でしていいただくという形になりますはいであのー、基本的にはそうですね私がもしもう一枚編むとするならメンズの L サイズのセーター編んでみようかなと思いますので、まあ、それでいいんじゃないかなと思いますそれからですね前回編んだ昨シーズン編んだセーターなんですけどこれを今回ちょっとこうリブの部分付け足してみましたあの去年 今年着てるときにちょっと首元がスースーしたりあの袖がやっぱりここ閉じてる方があの楽だったりっていうのがあったので袖をリブつけて、まあ、糸端はまだ隠してませんけどそんな感じでリブをつけています。でそんなにまあ長くないリブであ,のあんまり長くなると糸も食うし丈も長くなるしということで割と短めのリブで。 統一してるんですけどは全部同じ三段かな三段でしてますで首のリブを編むときにはちょっと若干減らし目を取り入れていますこういうところですねここで二つが一つに減ったりして、ちょっとこの糸は色が見えにくいんですけど減らし目を入れながら減らし目を入れるところはまあ基本的にはこのこれはあのすレクタングルのトップダウンなのでラグラーの6トップダウンなのでこの 四隅のこのこラインですねラグランのラインのところで減らし目を入れてラグランで増し目をしているのでラグランで減らし目を入れて首のリブを作っています、はい、で減らし目の数に関しては、まあ、あのご自由にしていただいたらいいのかなという感じで1段目の長あのここ最後細編みで補強したんですけど細編みを外してそこに長編みを入れて。 長編みを入れつつ減らし目をしてで2段目以降はこうリブを入れていくという形で編んでいますはいそんな感じですかねで編むときには少しサイズダウンしたかぎ針を使って編むと割としっかりとしたリブになるのでサイズダウンすることもおすすめしますはい。 とということでございますあのご質問をい,いていたゆったりめのセーター、まあ、今年ね今年というか昨シーズンぐらいから流行ってますしまあ,あの私もゆったりしたデザインが好きでこのカーディガンもゆったりめで作らせていただいてるんですけどはいあの着心地やっぱり楽なので肩が凝らないというか何て言うのかなぴったりしたセーターはセーターで身が引き締まる思いがしていいんですけどカジュアルにくつろぐ感じでゴロゴロもできるセーターってなると こういういゆったりめのセーターすごく着心地もいいのでよかったらヘア切りのような感じで編んでみていただいてもいいのかなと思います。カジュアルなので何にでも合いますしねあのすごく合わせやすくてでこういう何て言うんですかねアースカラーというかあの自然の色に近い色っていうのは何にでも合いますしいいんじゃないかなと。 まあ、パリッとした白とかパリッとしたネイビーとかも私好きで白とかネイビーはよく使うんですけどそういうのはそれでそれでまたお出かけとしてね着,着る時にすごくお出かけというかまあ家の中でもちょっと身を引き締めたい時とかそういう時に着ると気分も引き締まりますしねそういう感じであの気分とともに <laughs> 選んでいくのもいいかなということではいということでございました。 わからないところありましたらまたご質問いただければわかる範囲でご説明させていただきたいと思います。ウールでセーターを編んでチクチクしてしまったという方もいらっしゃると思うんですよね。 でそのチクチクの理由もいろいろあると思うのであのこれは私はこう,こうこういう理由ですよとも言えないんですけれどもまたウールにもいろんな種類がありますのであのそうだからこれだったら大丈夫これだったらダメっていうふうには言えないと思うんですただ、えーっとね、私が実践していることで申し上げますと糸を買う時にもし実際に手にすることができる場合には こう肌のね柔らかいところに触れさせてこういうところは特にねあの柔らかいので内側ですよね内側に触れさせて首でもいいですもうとにかく一番柔らかいと思うところに触れさせて気持ちいいかどうかですね気持ちよければ大丈夫ちょっとチクチクするかなというものはチクチクしますでそだけど、まあ、全部チクチクするんだけどという場合もあると思うんですよね でだからそんな時に例えばじゃあカシミアなら大丈夫アルパカなら大丈夫メリノールなら大丈夫っていう風に申し上げたとしてもじゃあそれを全体的にセーターとして編む場合にすごく予算が上がってしまってちょっとそれだと手作りが楽しめないないいっていう場合もあると思ううんですでそういう場合にはこの気持ちチクチクしてしまうものはあのインナーの上に当たる部分でチクチクしない場所で 切れるもののところに使ってでチクチクするところにチクチクしない糸を持ってくるっていうのをおす,すめします、えっと、こちらはあの昨シーズン編んだセーターなんですけれどもこのセーターはあのこう肌に触れても、まあ、もしかしたらチクチクする人もいるかもしれないんですけどわかるかなあんまり毛足が出てないのお分かりいただけますでしょうかこの部分から。 あまりそのののウールの毛足が出てないので意外とチクチククしなかったんですよだけどやっぱりチクチクする糸もありまして私の場合はあのダイソーさんのウールがチクチクしそうだなということで着るものにはしなかったんですけどそういう感じでその見た時に毛足が出てるかどうかそういうのを見ていただくのも一つかなと思います。 こちらはアルパカの糸ですねアルパカがえっと半分毛の中のアルパカの配合が50%毛100%ということなんですけどこれもでもこう触れるとアルパカとはいえやっぱり半分入っててもやっぱりチクチクすることはあるんですよね。本当にやっぱり合わせてみないと分かんないと思うんですよ本当にチクチクするかしないかっていうのは。 でえっと、基本的にはそのメリノウールとかアルパカ配合ってなってるものは割と肌あたりが柔らかいんじゃないかなと思います。でただお値段がね少し普通のウールに比べて高くなってしまいます。それとあとはねベビー用として売られている毛糸はあの赤ちゃんが使える毛糸なのでチクチクしにくいと思います。ジャドさんのセータータをせていただいたただに このジャドさんのセーターはこれはウールが混じってるんですけどでこれもその実際にこう肌に直接ここに触れるとそのちょっとザラザラはしますだけど着てる分にはその私はチクチクしなかったんですよねなのでこれもまあここに触れてる部分にはチクチクしてますけど着たら実はチクチクしないかもしれないなのでもう難しいんですけどチクチクしなければでもとにかく大丈夫だと思います。 この辺だと本当にもう柔らかくて気持ちいいという感じでチクチクなんてしないんですけれどもその辺でちょっと難しいんですよね。で人によってはチクチクするかもしれないアクリルでもチクチクするかもしれないしもう肌に合わせてみるしかないですよね。他の糸もごお見せしていいですか、はい。こちらのこのソフトモヘアは毛が15%含まれています。 で、スーパーパソフトアクリルしようということで毛とアクリルと、まあ、あの中の糸がこれがナイロンなのかなと思ってるんですけどこれもこれ私あ,のあんまりチクチクしないんですよ。だけどこれは人によってやっぱりチクチクする時があるかもしれない。でこれがね例えばあの今冬だから汗かかないしチクチクしないんですよね。でも汗をかく季節になると、 チクチクするんですよで、それは多分どのものを着てもチクチクするような気がするんですで、そういうのもあるので汗っかきな人はもしかするとチクチクしやすいかもしれないんですよねそれからこちらの糸ですねこちらの糸もあのチクチクしないんですよほとんどチクチクしないんですけど着る時に時々チクチクする時があるんですよでこの糸はだから肌に触れる場合は体調を選んでつ 着るるようにしてるんですよ、ね、であのやっぱりこのこう毛糸で毛」って書かれてるのでこの辺りから毛がちょろちょろ出てますよね。でそういうものは汗ばむ季節になってくると汗の塩分とかで肌がちょっと弱っている時に当たるとかぶれたりであのうちの子供が保育園の時にはねセーター禁止だったんですよ。でセーターの禁止の理由の一つが子供は汗っかきだから。 セーターを着ると汗が抜けないで汗が抜けなくて汗が乾かない。だから、あの風邪をひきやすい。あと肌荒れを起こしやすいということ。それとウールが禁止だったんですよね。で、ウール禁止の理由の人があのまあ、それがセーターがそういう主な理由なんですけど、それ以外に。 ウールっていうのはアレルギーを持ってて、いるる子がいるらしくてアレルギーのある子には周りがウーールルを使ってもアレルギー出るらしいんですよ。その子が使わなければいいんじゃなくてその一緒のクラスにいる子とか周りの子がウールを使ってるとそのウールのアレルギーの子にアレルギーが出るらしいんですだからそれでそういう理由で禁止っていうふうに言われてたんですよね。なので、 まあそういうのもあるのでもし、えっと、チクチクしやすい人の場合ちょっと事前にね皮膚科の先生にご相談いただいてあのした方がいいかもしれないですねでもしかしたらちょっと金属アレルギーのようにその食べ物アレルギーのように検査してもらえるものがあるかどうか私も分かんないんですけどもしあるのであればそういったものを受けていただいて自分が何に対してアレルギーがあるのか っっててていうのを把握しておく例えばじゃあこの糸はこの糸が例えばチクチクしないとしましょうでこちらの糸がチクチクするとしましょうどうしたらいいか例えば冬の間あのインナーとか下にシャツとかを着るので肌に触れない部分肌に触れない部分はチクチクする糸で編んでも大丈夫だと思います。で肌に触れる部分を、 チチクチクしないとで編めばそのその部分とその部分で編み分ければチクチクも何とか毛糸を使ってあげることができると思うんですね。なので「あもうこれはチクチクするから使えないわ何にも使えないわマフラーにもならないしネックウォーマーにもるのにもならないし」って思わなくても。 あのチクチクする糸であっても例えばチクチクしない糸と,と引き揃えて本体を編んで、ね、チクチクしない部分で肌に触れる部分を編むとかいろいろ方法はあると思うのでそのいろいろねお試しになってしていただければいいんじゃないかなと思います。はいえっと、それからあの一つお話しし忘れてましたけれどももしそのチクチクする場合一度柔軟剤とかでお洗濯してみてください。あの水同士をすると 性質は変わることもありますしもしかすると保管中に何かがその毛糸に付着していたりとかあるいは製造工程って天然素材なので何かそのアレルギー物質が付着しているっていうことも考えられますので、えっと、一度編み上がったセーター水通しして。 で,できればあの柔軟剤柔軟剤にアレルギーがなければなんですけれども柔軟剤かけて頂い,いてふんわり仕上げていただいた上で着ていただいてでそれでもチクチクする場合はちょっともう諦めないといけないだろうし、えっと、それで大丈夫な場合には、まあ、そうして頂い,いたら大丈夫なのかなという気がします。でそれに関して言うともう一つ言うのはあのもう本当にチクチクしてしょうがないっていう場合はあき諦めというか。 いいいてね他のものもを編んんでであげたらいいと思うんですあのチクチクしないものを編んであげたら帽子とか、まあ、帽子もチクチクする時あるのかななんかその手袋とかなんだろう腹巻きとかなんだろうあんまりその外ね着るからあんまり肌に触れないから大丈夫っていうようなものを編んであげてもいいのかなと思います。で なるべくチクチクしない糸を選ぶにはここですよねこの腕の内側内側をに当てていただくといいと思います。で以上がこれがあのチクチクした場合にどうしたらいいのというご質問のお答えになります。 はい、続いての質問ですね。でそろそろ毛糸の,のセールとかも始まる季節になってくると思うんですけれどもあの太いと細いと波太といろいろ太さがあると思うんですけどどの毛糸を買うと一番使い勝手がよくて便利かっていうお話をちょっとしたいと思います。でこちら。 今あるのはこれはもう本当に極太ですよね極太の糸でこちらかなり細めの糸があると思います先ほどからね気になってた方もいらっしゃると思うんですけどこれは何だろうとで細い糸と太い糸がある場合どっちを買えばいいかもし編むものが決まっている場合はその編むものに合わせた糸を買っていただいたらいいですしえー、っと引き揃えるのが面倒だ という方はもう本当に太い,太い糸で編みたい時は太い糸細い糸で編みたい時は細い糸を別に引き揃えるのが苦痛じゃないしという方に関しましては細い糸っていうのはすごくあの用途が広がるので私は最近細い糸を結構買うのが好きです。でなぜかというとこちらの太い糸もうより合わされてますよね。これを全部,これ全部でで十何本あると思うんですけど この柔何本を1本に戻すのは多分ほとんど不可能に近いそんなことをしている人がいたらもう時間の無駄っていう感じですよねでも細い糸だと細いものを編みたいときにも使える太いものを編みたいときには引き揃えたら使えるということで毛糸の世界では大は小を兼ねるのではなくて細いは太いを兼ねるっていうふうに私は思ってますなので 買う、えっときにもしまあ迷われてこれ安いし買っときたいなっていう時は細い糸を買っておかれるといいと思います。で細い糸は一玉の長さが長いんですよね長いけどやっぱりグラム重視で例えばセーターを編むんであればやっぱりあの1キロぐらいあった方がいいと思うしうーん。 そうですねそのものにもよると思うんですけど結構長めあのたくさん買っておかれた方がいいと思います。1キロぐらいいは欲しいですかねはいですねでワンピースなんかになってくるともう1.5とか2キロぐらい買っておいたら安心っていう感じですよね。でそうなったらやっぱり太い糸とかってなると太い糸って糸の玉数がねすごく短いんですよ。これななのかかは1玉で何メートルかな 26メートルしかないんですよねでもこっちは同じ一玉でも200メートル近くあるんですよなので引き揃えてもほとんど糸の入れ替えをしなくて済むんですよねでそこもすごくメリットかなと思いますでそれともう一つですね細い糸を買,ったあの買うと何がいいかというと これ今ちょっと2本ずつ引き揃えてますけどこういう引き揃えで色のミックスを楽しむことがでできるんですねで。この色のミックスこういうのをちょっと作っておかれると編む時買った糸ねこれはあのシリーズで揃えてるんですけれどもあのこれは3年ほど前に買ったリッチモアのマイルドラナっていう糸なんですがこのマイルドラナっていう糸は 40g で 180m なんですよね。で、その… 糸なんですけれど、まあ、3年ほど前に違うプロジェクトで買ってたものなんですけど今回ちょっとそれであの他のものを今編んでるところでしてそれはまた後ほどお見せしたいなと思ってるんですけれどもあの2本取りで今編んでますで全今ここには123456色ありますけどこれ2本ずつ混ぜることによってもっともっと色の幅膨らむわけですよ。これ全部を混混ぜぜたわけじゃないのであのであて似て似る色 混ぜて似似てててててる色っていうのの混混ぜぜまますすこの辺は似てますよね混ぜてもでちょっとパリッとしてしまう色なんかもあるんですけどこれもまあまあ似てる部類かなこ,のこっちは似てる感じそしてこっちはちょっとあの対比がある感じにしてますけれども、はい、こういう使い方をするとミックスで使うことができるんですよ。でミックスで使うと ちょっっと色が面白くなったりするんですよねで今編んでるのがこちらなんですけれどもあのこれはミックスで編んでますははいこれはあの編み方またちょっと動画でしてみたいなと思ってるんで良ければ楽しみにしていただきたいんですが、まあ、そういう感じでこうミックスで編んでるところとか1色で編んでるところとかがあるんですけどそのミックスで編むと。 色の微妙な組み合わせを楽しむことができたりもして面白いと思います他にもこちらですねこちらもあの今これ三本取りで寄り合わせてますもう一度寄った感じ三本ででこれはなぜ買ったかというとこのベージュ色が好きなのとこのシルバーのラメが入っているのでシルバーのこういう細かいラメ大きなラメじゃなくて細かいラメが入った糸ってのはなかなかなくてであの これもさっきの話になりますけどもしかしたらチクチクする人もいるかもしれない <laughs> もはやなんですけれどもあのこれも1本だと本当に細いんですけど3本ぐらい寄り合わせるとまあまあな太さになってくるので普通のものが編める太さになってきます。これでだいたいこちらと同じぐらいですよね。まあ、そういうふうな感じであの3本だけを6本で編めばまあまあな太さとして編めるので合いと、それから波太ぐらい。 にはなってくるのでそういう感じであの細い糸っていうのは使い勝手がいいので編んでみられたら使ってみられると面白いんじゃないかなと思いますこれぐらいこれぐらい太さはこういう感じでね二本で編んでますはいであのずっと私結構明るい色が多かったんですけどちょっとその最近 この3 2年前にこの糸を買った時にあダークな色もいいなと思ってちょっとダークな色ばかりをこう集めて買ってみたんですよね。でそのダークな色で少し楽しんでみるのもいいなと思って、まあ、どんな感じに仕上がるか分かんないんでまだ何とも言えないんですけど、まあ、そんな感じで編ませていただいております。でえっとそうですね以上がねご質問ですかね。なので今回のご質問は、えっと、セーターに関する質問でセーターの糸を買うなら 1、まあ、一つ目の質問はセーターをちょっとゆったりめに編むにはどうしたらいいのということと買ったウールの毛糸でセーターを編んだらチクチクしてしまったけどどうしたらいいんでしょうということとそれからもう一つはあの毛糸セーター用の毛糸は太い糸と細い糸どっちを買えばいいということで、まあ、最近は私は細い糸がお気に入りなので今の私の答えは細い糸を買う方がいいんじゃないかなという答えです。 ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。Thank you for watching. See you next time. Bye bye.